渋谷区のバス停女性死亡事件から1年元劇団の仲間らし痛む2021年11月16日18時33分去年11月東京渋谷区のバス停で路上生活をしていた女性が頭を殴られて死亡した事件から16日で1年となります。 現場のバス停には女性がかつて所属していた劇団の仲間などが訪れ、その死を悼みました。去年11月16日の早朝、東京渋谷区旗ヶ谷のバス停のベンチに座っていた大林美佐子さん、当時64が頭を殴られて死亡しました。警視庁や関係者によりますと、大林さんは、 去年の初めまで試食販売員として働いていましたが、その途中で路上生活となり、去年の春頃からは深夜から早朝にかけて現場のバス停を訪れ、体を休めていたということです。当時の所持金はわずか8円でした。傷害致死の罪で逮捕起訴された近くに住む。 吉田和人被告47は当時の調べに対し邪魔だった。痛い思いをさせればいなくなると思ったと供述していたということです。事件から1年となる16日、現場には大林さんの死を痛む人たちが訪れ、花を手向けたり、菓子や飲み物を備えたりして、静かに手を合わせていました。このうち、 フリーランスとして働いているという40代の女性は自分の仕事も不安定なので当時事件は人事ではないと感じました。今日は私たちの社会が助けられなくてごめんなさいと伝えに来ましたと話していました。 また、16日は、大林さんが20代の頃に所属していた地元広島県の劇団で一緒だったという都内に住む62歳の女性も訪れました。女性は劇団ではとてもおしゃれで明るく面倒見のいい人でした。当時、優しくしてもらったので何かしてあげられればと思い、現場を訪れました。 なぜそこまで追い詰められたのか、なぜ突然暴力を振るわれなければならなかったのか、いろいろなことが渦巻いて、整理がつかないまま一年が経った気がします。魂が安らかでありますように、その一言につきますと話していました。